こんにちは、中里春菜です。突撃 M リーグ2019は私が担当させていただきます。今回の紹介するチームはこちら。今回はチームライデンの皆様にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかキラキラオーラと、あとこの部屋に入った時にものすごいいい匂いがいい匂いが、セレブな匂いがしましたというわけで、2018シーズンが終わりまして、今回2019シーズンとなってますけど、ライデンのチームはこう新規メンバーが入らないということで3人で今年も継続ということになってるんですけど、去年と何か変えた部分ってあったりするんですか？具体的にはないかなと思います、うん、それぞれのメンタル部分とか、うん、1年戦った中でのそれぞれの向き合い方はきっと変わったところはあるとは思いますけど、それぞれ何かは変わった部分もありそう、うん、それをこう示し合わせて、うん、こうしましょうというような話は特にはしてないですよね、うんうん、ということは変わったといえばやはり黒沢さんのご結婚だったんじゃないですか。そうですね。いやいやいや、もうみんなのお嬢が ね、人のものになっちゃったらもう悲しい。ファンの皆さんもきっとそうだと思うんですよ。はい。そうですよ。いつかみんな俺がお嬢をものにすると思ってたと思うんですよ。狙ってなかった。少なくとも瀬戸君さんと俺は思ってなかったんですよ。僕はホッとしてよかったねって感じ。黒沢さん、どうですか、旦那さんとこう M リーグの話したりするんですか？試合は見てくれてるんですけれど、そうなんですね、言ったことないんですけど、マチャンできないんですよでも見てくださってる。そうですね、どういうことですか？一応全部見てくれてます。嬉しいじゃないですか。わからないのに応援してくださるってね、なかなか。どうやって応援してるのか、だから謎ですね面白いですよね。トンナンシャーペが統一で持ってて、はい、シートイツ上がった時に役満、はい、上がったっていうラインアクション。役満はご存知だったんですね。役満じゃないです、ただのチートイツ。そうですよ、確かに2個ずつだとあんまりちょっと言いません、ね、ただのチートイツでもちょっとセレブ感あるじゃないですか。そうトンナンシャーペ統一ってなるとね、それをチートイツに仕上げるっていうセレブ感ありましたよね。泣かないんでチートになっちゃうもったいないですよね。ありました、ありましたありましたね、そんなの、はい、ありました。パブリックビューイングに見に来てくれたことがあるんです、実は。そうなんですか。めちゃくちゃかっこよくて、萩原さんがそんなこと言ってるって言ったらもう喜んでそういう話は後でして待ってないところで本当に、はい、パブリックビューイングって最後に握手する時がある回もあるんですね、うんうんうん、そこで僕がって言ってきて、そうなんだ。お嬢よろしくでした。お嬢よろしくっつって、はい。まあ僕は顔で選んだんだなって思いました。イケメンで、いやすごいイケメンでしたよ。スタイルも良くて。もう日頃からイケメンに囲まれてるんで、ちょっと目が超えちゃって、超えちゃった可能性が。いかにね、そうだ。この現状の M リーガーたちに相手にされなかったかって、かっこいいもんだって。あ、いや見たいな、今見えるかな最近昇級、 A1 に昇級されたということで、うん、皆さん連名でいらっしゃるんですけど、はいはい、次ご一緒なんですか？そうなんですよね、あまりやりたくなかったんでね、まあ応援はしてたんですけど上がってきちゃったって感じだった。すごい複雑な心境でした、上がってきちゃった。嬉しいけど上がっちゃったって感じですか？楽しみですね、ちゃんと歌うのが、はい、やっぱりこうライデンっていうといっぱい食べるイメージなんですけどこの食料は誰がどうなさってるんですか？いつもなんかすごい量あったりするじゃないですか、はい、この食料、萩原さんがよくね、デザート系は買っていただけるんですが、はい、それはもう僕の中多分もしかしたらもうみんなもう今日はいいわと思ってる回もあるかと思うんですけどもうでももうちょっと義務というか、もう義務です。まあでも本当にお嬢が食べてくれるんですよ。僕ね、これちょっと個人的に昨日すげえケーキもたくさんもらったの知ってるんですよ。で、あんだけの量のケーキをもらってるの知ってたんで、今日はケーキじゃない方がいいかなと思ったんですけど、さっき聞いたらやっぱ昨日と今日は明日も明後日も別腹らしいです。今日は食べてない。まだケーキ食べてない。そうなんです。大事じゃないですか。今日も素晴らしいのが送ってきてくださってるんで。うん、
何を食べたいかの決定権もこの人にしかないんですよ、基本的に。なるほど。ね、みんなが聞いてくださるので。メニューはもう決めてるのは黒沢さんです。はい、で僕は LINE で、じゃあ今日ケーキ買っていくかジェラート買っていくか悩んだ時に、はい、お嬢今日何食べたいって送ったら、とんかつって返してくれた。ホストチームのスタッフがそれをグループラインを見て、わかりました、とんかつですねってとんかつを用意してくれるという。そのケーキも食べられたんですよ、さすがー。なんだよ、とんかつって。俺が何でとんかつ買ってくるの。こういっぱい食べる中で、ひとこまさんあんまり召し上がらない。いや、僕もケーキ好きなんで、はい、食べる方なんですけど、うん、でも黒沢さんの食べっぷりを見てると、なんかお腹いっぱいになってくる。あと試合前とかあんま食べないんで、なんかお腹いっぱいになっちゃうと重くなったりします、ね、だからそういった意味ではなんか精神的にタフだなと思いますよ、すごい関係なく食べていくんで、お腹いっぱいじゃないと、うん、だって試合中お腹空いてて集中できない、試合中お腹空くことないですよ確かに。じゃあ麻雀の話を、はい、はい、ちょっと伺おうかな、はい、瀬戸駒さんといえば、はい、くまくま大会、はい、KKT っていうやつがあるんだけど、はい、あれ入ったなって思う時ってあるんですか、自身、まあ、入ったなっていうか、まあ、調子上がってきたなと思ったら、はい、親を落とさないようにするとか、うん、手順通り打つとか、うん、まっすぐ打ち抜くとか、うん、そういうのはちょっとありますけど、うん、突き抜けちゃっても8万点とかもうガーって抜けるじゃないですか、あのライデンってチームは着取りがあんまり上手くないんでとにかく突き抜けるトップを取ろうと、あ、はい、なんかでもそんな感じです、はい、華麗にトップを取って、はい、くるっていうイメージがありますね、はい、その辺は多分3人とも意識一緒だな黒沢さんといえばこう泣かない綺麗に面前で仕上げてくるイメージですけど、チーって機能がついてない、チーを知らないかな知ってはいるんだけどね、チーするとね、うん、お腹すいちゃうんですよチーするみたいな、そうそう、もうチーしない方がいいな、タイヤオドラさんとかでもしないですか、全然タイヤオドラさんぐらいはしないですねぐらいですよ、はい、ワンガンベースじゃない、よくよくといといドラさんとかだったら泣いてもいいかなっていう、うん、それ余計泣かねえだろ、スワンコじゃねえか確かに余計泣かなそうですだって通信法泣かないんですもんねね、それじゃあ8番ベースじゃ泣けないですよね、うん、そうですね、でも羽マンかバイマン見えたら結構泣きますけど、私なんで僕リベンジ自分で分かんないんですよ、もう4班ぐらいじゃ私はもう我慢できない、はい、かもしれないですね、岩さんといえば、はい、3色が、いや別にこのルールだと3色の価値希薄なので、はい、赤があるとちょっと赤によって、うん、まあ、その連反薬、まあただ三色一つとかはまあ五が絡む、赤が絡むこともありますけど、まあそんなことは分かった上で、やっぱりなんか僕がこう何十年か打ってきた麻雀のを打たなければ意味がないので、だからまあ勝ち負けも大事なのはすごく分かってるし勝ちたいし、でもじゃあどう勝つと一番楽しいかなっていう、見てる人が楽しいかなって、あくまで。見てる人が楽しいということがベースにある、うん、だけど、まあ、これは決して言い訳とかじゃなくて、うん、それを考えてやってるからそういう麻雀になってるっていうだけで、ただ勝ちに行く麻雀を打とうと思えば打てるっていうと誤解があるんですけど、やっぱチームの個性はね、まあそんなの意識しなくてもこう魅力的な打ち手がいれば勝手に出てくるんですけど、まあ、それをしっかり、せっかくこういうチーム編成になったんで、ストレートとフルスイングで勝負できるような麻雀を貫けたらいいなと思ってますけど、ライデンっていうとやっぱりこうファンのことを考えてるなっていうふうに私思うんですけど、プレミアムナイト、うん、で、あのオリジナルカクテル、はい、ご提案なさったのって萩原さんだってお伺いしたんですけど、そうなんです、あの、はい、綺麗な色の8色の、あれすごい全部飲みたいと思いました、ね、そういうふうに思ってくださ、せっかく、まあ、そんなに安いチケットでもないし、どんだけここに来てよかったなっていう、その麻雀の記憶以外のものの付加価値みたいなものが、まあ、プレミアムナイトだったらあった方がいいんじゃないかなと思って、そしたら、まあ、あの採用してくださったんで、まあ、よかったです、すごい売れたらしくて、はい、大行列だったって聞きました、しかも来年のカクテルのネーミング萩原さんが変えたんですよね、変えたんですか、はい、はい、最初になんかカタカナが行々しいライトニングなんとかあったんですよ、結構皆さんなんかありましたね、そう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 、はい、そしたらもう真っ先にライデンのスタッフが萩原さんこれ変えましょうって言ってきてそれで R、 あれもうでいいんじゃない、それは要はファンの皆さんから派生したワードなんですよ、ライデンの麻雀は面白いを略して RMO っていうのは、だからそれを尊重してそういう風にしました、
僕 RMO がその意味だっての最近知りましたけど、最近聞くに聞けずにちょっとこそこそ知らない、今さら知らないと言えない、今さら知らないと言えない、黒沢さんに聞いたら絶対ツイートでやられてる、 LINE ごと LINE ごと貼り付けちゃうあのファンを魅力をいっぱい伝えてファンをいっぱい増やそうみたいな感じ、はい、分かりました、はい、初山の手宣言そんなことある、学生の時以来ですよ、そうですよね、30年ぶりぐらいやったことあんの、ありますよ、もうあります、僕学生、大学生の時流行ってました、なんて言いました今、プロ山手線ゲームのプロ聞き流しかけましたよプロ、プロ、あ、プロなの、なんですごい大きくてちょっとね、大変でした、手配だけにしてください、でも今日初心者がいるから勝てるかもたくさんつなげていただきたいんですが、はいはい、あのリズムに乗れなかったりとか、はい、私が独断と偏見でいや、それはないだろう、はい、みたいな感じの時は止めてしまいます、はいはいはい、はい、というわけでいい感じに皆さんでつなげていただければなと思います、はい、それでは、萩原さんから始まるイエーイ山手線ゲーム、イエーイ、お題はチームライデンのいいところ、おすすめのところ、ユニオーム、ケーキが美味しい、スタッフが優秀、フェイスペイント、打点が高い、知名度が高い、ちょっと待って、あのーよかった、もうなかったないんだよもうところで6個でした、はい、皆さんチームライデンのファンになってください、お願いします、皆さんからもいいところあったら教えてくださいもっともっとありそうですもんね、ありそうです、本当はありますよありそうですはい、皆様ずっと見えていたと思うんですけど、新しいポスターですよ、しかも3種類も、これなんかコンセプトとかあるんですか、コンセプトはすごいかっこいいんですけど、そうです、去年もあったんですけど、ありました、ありました、サイズもバカでかくてですね、これも割と大きいんですけど、はい、これよりちょっと大きかったですね、一回り大きかったイメージ、そうなんです、だからちょっとね、貼る場所を選ばなきゃいけないぐらいの大きさだったので、なるほど、お部屋が狭い方でも今年はいけるかもしれない、今年は改良を重ねていただいて、かつちゃんとデザイナーの方とカメラマンの方とがこの会場に来てくださって、で撮影したものがこの RMO タイプの3種類になっております、こちら側から R タイプ、はい、M タイプ、はい、O タイプ、はい、これはご購入とかはどちらでできるんですか、現状はパブリックビューイングの会場でのみの販売になってるみたいですが、はい、まあ、今後いよいおそらくオフィシャルサポーターになっていただいたら、そういうツイッターとかからとか購入できるような形を取ってもらえるといいですね、そうですね、欲しいって声がすごい多いんですよ、そうなんですよ、新しいタイプですよ、はい、だって全部欲しいですもん、本当ですか、かっこいいですよだって僕らも大変3人ともどれも気に入ってますよね、これはね、これのコピーがなんかどれもいいですよね、そうなんですよ、皆さんちょっとあの一人ずつ言ってください、はい、萩原さん、役作りは俺の天職だから考え漫画漫画漫画にならないなら羽間に仕上げればいいじゃない、だからわがままなのおばちゃんのお世話に、一大事なに魂を込めて今日も暴れさせていただきます、そういうの僕かっこいい、はい、ぜひ皆さんね、これあの3種類ございますんで集めてみてください、はい、ポーズ教えてもらおう、もうこのポーズといえばチームライデンじゃないかなと、まあそうなりましたね、ただあれもね、自然にやったことがそうなってった感じがあるので、うん、自然にできたのがかっこいいじゃないですか、うん、もう今やもう定番になってますよね、まあありがたかったですね、こういう形でファンの皆さんにこのポーズ、ライデンポーズみたいのが浸透してくれたのはね、うん、これはどなたが考えられたんですか、俺も最初にやったんですよね、なんかインタビューの時にやった、最初にやったのが最初だと思うんですよ、うん、もう何も考えずこう体から溢れてた感じだったんですか、そうっていう、ライデンの麻雀がとにかく面白いんですということを伝えるのが勝手に体現されたんじゃないですか、ね、こういったわけですね、溢れちゃうわけですよね、でもなんか得意なのは瀬戸熊さんだと伺ったんですけど、僕はまだ練習中です、練習中、はい、
すごい1年以上もやってるのに、昔おばあさんに子供の頃、はい、人に指さすなって教え込まれただからちょっとそこでちょっと躊躇する自分がまだいるんで、そこを振り切らなきゃいけないの。そっかそう確かに人を指さしてはあんまり良くないですけど、カメラですか、ね、そう、カメラに指さしてる意識に変えないです。パワーをそうです、ね、応援してくれてる人へっていう、はい、そういう意味なんで、それでどうしてもぎこちなくなる。後ろ指を指してるわけではないんですよ。そうですよ、はい、というわけで教えていただきたいんですけど、やっぱり得意なのは、それはもういや、でもね、それぞれ角度が違うんですよ。でもこれはもう無意識です。この機にちょっとなんか統一したいななんて思っちゃって、まあでも統一しなくてもいいんですけど、結構の角度がある感じ。僕は去年上からこうやってたら、はい、瀬戸さん、あのオーバーソルダーショートですって言われて、萩原さんにこうじゃなくて、要するにショートの、そう、ショートです。で最近ちょっとショート気味になるここの動きも大事なの。ここだけじゃないもうなんかもう華麗な内野手、トマトハヤトのようにスッとこういうのがまあ基本かなと思ってるんですけど、はい、瀬戸さん一時やっぱりこうオーバースロー、オーバースロー、私やばすごい似てますね。もちろんどうだっけ。いや私はちょっと斜めな、あ、そう、斜め決め顔があるんですよ。そう、あ、左側がいい感じなんですね。細く見えるように、うん、これ左手左側にいるとき左で前です。あの写真撮るときに全員こうやってるとなんか手が、顔が映んなくなって、こういう人でるときは右左、はい、ないない、ファンの方を間に挟んでみたいな、はいはい、サイドスロー気味に、ね、行くわけですよね。ちょっとやってみてください。え、中澤さん、ライデンの麻雀は面白いんです。あ、もうそれ完成しろ。あれー、何なんですか。ということで、はい、では、掛け声は萩原さんにお願いしようかな。わかりました。はい、はい、では突撃ゲームリーグをご覧になってくださった皆さん、本当にありがとうございます。チームライデンです。今年もライデンの麻雀は面白いんです。はい、チームライデンです。去年は悔しい結果に終わりましたが、今年は必ずアベンジします。最後まで応援してくだされば必ず皆さんを喜ばせることができると信じておりますので、応援よろしくお願いします。今日もマージャンウォッチ突撃 M リーグをご覧になってくださって本当にありがとうございました。